どうも、恋愛マスター、令和です。皆さん、恋の色、ご存知ですか？赤色、ピンク色、もしかしたら、青色と答える方もいるかもしれません。でも、どれも不正解です。正解は、ダニ色。というわけで、本日は、ダニ色メイン起用需要なし！というわけで、どうも皆さん、こんばんは、ダニーニです。ダニー色の前に紹介しなきゃいけない選手いっぱいいるでしょみたいな、そっちはみたいな思う方いらっしゃると思うんですけども、ダメなんです。ダニー色これまで4回 FP 来てるんですけども、私全部取ってます。全部もうコンプしてるんですよ。もう3度目の正直超えて、4度目のフォーエバー来ちゃってるんですよ。ってなってくると、今までね、ただの雑魚サイドバックだったダニー色が、だんだん特別な存在になってきて、最初嫌いだったけど、だんだん好きになっていくみたいなね、それからニセ恋超えてマジ恋始まってるんですよ、これダニー色との。しかも今回のダニー色なんといっても、これ過去最強ダニー色になってるんですよ。見てくださいグランダーバス、裏バスも8を超えましたからね。スピード瞬発もドトロ8がとてつもなく速いですよ。これ新幹線のぞみの次に速いって言われてます。それフィジカルコンテクト85。スタミナも91。これシャトルラン5番回いけます。で、デュエゼル85でボール出し86で。これゾルディック系と一緒です。心臓つまみ取れます。で、アグレッシブ76っていう非常にクレバーな緑カルマ的一面も兼ね備えており、そしてコンディション安定度5なんですけど、逆足精度を足せば8です。そしてこれスキルですね。無回転シュート、はい、クリスティアルなどね、実際もこの時点で。で、実際クリスティアーノ・ロナウドにも関わらず、ここにバックスピンローブ、ピンポイントクロス、低弾のローブ、インターセプト、クリスティアーノ・ロナウドに持ってない要素4つ持ってますから、もう最強ロナウド。だから過去最強ロナウドが来てるって話題になってますけど、それ今回出てきたロナウドじゃなくて、このダニーノのことを言ってますから。で、今の話を聞いても、察しのいい方は気づいてると思うんですけども、そう、このダニーノのやばいところは攻撃力にあるんですよ。でも、攻撃をしてしまうと、もうクリスティアーノ・ロナウドを凌駕する存在ですから、これゲームバランスが崩壊してしまうと。だからサイドバックに甘んじていると。だからもうやってること初代原発と一緒なんですよ。なので今日はこのダニーノが自ら生かした縛りというものをこちら取っ払ってダニーノの本当の恐ろしさってやつを皆さんに紹介してやりたいと思います。ぶっ殺す！イエーハーと、その前にダニーノのために作られたこのスカートを軽く紹介しておきましょう。まずは右サイドバックにアーロン・マンビサカという守備的サイドバックを置きました。これ理由が簡単です。邪魔だからです。この辺はもう全部ダニーノがやっちゃうから、もう来たらもう容易に上がってくると、これ巻き込まれちゃうから、普通になんかその封建とかにしたから、こいつ。あとはまあてっぺんのこの2人とかの力を借りながら、こうパス回して迎えてシュート、ドカーン、世界崩壊。これでいこうと思います。行きましょう。確かこれダニーロが最強と言われてる理由って他にもあって、なんつったってこのなんか FP バンバン来とるけど、ずーっと弱体化しとったやで。弱体化するってことはどういうことかというと、もうすでに強いと。でも今回は一番強いの来ちゃったから、もうマジでパワー崩壊しちゃってんのね。この戦い方としてはもう簡単ですよ。もうダニーロにボール渡しでも何でもやる。ほらーダニーロがいたらこうなるから、もう怖いんだもん。相手は核兵器と一緒だよ。もう保有してるだけで圧力になるみたいな。まあ今のね、ちょっと初めてああいうことが起こったみたいなリアクションしたんですけど、実はあれ10回目で、もう誰も相手しくんないですよ、ダニーロ強すぎて。はい、なんでそのワンバンマンと同じような気持ちを味わうことができます、このダニーロを手に入れることによって。まあ、次ちょっと試合してくれたらありがたいな。大丈夫かな、大丈夫かな、これ大丈夫かな。おお、できましたね、これよかった。ほいな、お前このスカットでダニーロと渡り合おうなんて、お前左ウィングないとるやん、もうやだよーっつって、ダニーロとマッチアップやだよー、ないとるぞ左ウィング。こっちはダニーロ絶好調とまではいかんけど、こんだけあれば十分でしょう。まあ、まずはこの辺で球回してよ。そう、じっくり上々。ダニーロ走った、早い、これ、フィルス。ダニーロ殺さないと、わー、やるじゃねえか、ダミドアラバ。まあ、比較ゲームとか、ダミドアラバも焦っとるな。後方からダニーロ圧やられて、間違えて味方になんかパスをぶつけてしまった。まあ、よくあることですよね、これは。で、ビエラー。で、こう、オフサーボールの時はダニーロも注目してください。これすごいよね、もうなんか、せわしなく動いて、相手に居場所を特定されない。完璧！で、こっから完璧だ。うわ見ろよ、すげえフリット、何今の血を払うフロア。おい、てかフリットお前頑張れ、お前なんかさ、そんななんかふざけたヘディングやめて。ちゃんと打ってるか、ダニーのピンポイントクロスやばかった、やばかったよな。まあ、これはダニーの空いてるんで、行きましょう。あ、これもガッツ行こう。ああ、なるほど、ダニーのが、こう、ボール、よっ。えぐい、もう世界がダニーロの味方したんやな、もう。ダニーロに敵対する者は全員悪となされると。もうすごいっすね、もう中心。プティ、ダニーロ。俺、いいとこにね、ダニーロが、これで。これ、どれするわけよ。あー、まあもうやられるけど、問題ないな。やられること、後ろにビエラが言うこと分かった上でダニーロボールロストしてます。ビエラ。で、これダニーロパス出して。で、ワンツー。そうやな。フリート、こっち。で、ダニーロの、ピンクの。これ、どうこれ、ダニーロすげえだろ。ダニーロがサイドえぐれたら、それも実質1点のわけよ。もうやばくない？だから俺だけゴール2個あるみたいなもんやからね、言うたら。こりゃびっくりだよな、まさか。相手もまさかそこにゴールがあるとは思っとるよな。まあ、そのカイドブレイウェンロードで言うところの、そのなんか階段、その透明の階段がもうダニーロなわけよ。もう本当のゴールはこっちなわけ。ここ。ここは本当のゴール。ゴール出たと思うやん。違う、ゴールここやから。で、フリーでボール持って、こう向くと思わせたらダニーロとか行くよ。はい、もうこれでゴール。行くよ行くよ、絶対入るけん。はい、入るよ。ピンクロ。来た。入った、ほらすげえだろ
これ魔法の右足、これが寄せられてくるな、僕の選手がすごいんやって、奇跡のキック、とてつもない、人が集まってくる、だからブラックホールを生み出してる、あそこに。あーまあ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 、相手は成功法できとるけど、お、なんかちょっと喜んじゃってんじゃん。今ちょっとなんかフルパフォーマンスあったから相手チームを攻めてる人いるかもしれないんですけど、攻めないでください。なんでかっていうと、僕はダニーロ使ってるからです。はい。もう自信チート使ってるんで、まあフルパフォーぐらいはね、もう当然なんですよ。正直言って。もうなので申し訳ない。フルパフォーしかさせてあげれなくてごめんねって感じですよ、本当に。ワンビー坂でもう一度ダニーロしましょう。めちゃくちゃラグイな。おい、待ってくれ。お前なんかさ、名前ラグイとか言うやつ嫌いとか言うけど、これはラグイって。これはラグイ。しかも露骨すぎる。おい、何こいつ。まあ俺がダニーロ使って、こっちが回線ガチャガチャさせてフルパフォーマンス、あ、ちょうどいいんじゃん、これで。オッケーオッケー、いいよ、もう絶対ずるからずるから、よかったら俺がダニーロ使いで、ダニーロボロ持って、そう、背負うよ、背負うよダニーロ。あー悪くねえな、ちょ、そういう感じ。行き出してみよう。ヘイダニーロ、いや、いけるか、ダニーロ、ダニーロ、ダニーロだー。そこダミーの穴からボールがダニーロ、見事なパス、フリット、いやー、フリットがダメだわマジでダニーロの足、はい、ちょっとなんかそのルンメニゲのヘディングが強かっただけ説みたいなところがあるんで、デルピエロに変えてきました。まあ、これでダニーロのクロスで点が入ったらそれはマジやからな。うー、こいこいこい、ダニーロナイス、守備もするかな、言うとくけど、まあ、副業で守備やってる時代もあるから、これでボール取ることできるよ。で、上がってきたダニーロ、ワンタッチパス、ダニーロどんどん上がってくるよ。で、メッシが足引っ張ってるわ、またなになになんか混乱が起きて、そしてまたダニーロが拾う、すごすぎるぜ、もう進出きます、まさにダニーだ。そしてまあデルピエロがドーンって打てばいいだろ、打て打て、ほらな、これでよし、はい、フルパフォーしまーすはい、おひげ配るよ、はい、欲しいと来て、どうぞどうぞってこうやって、で、バーって振りまくってよな、やっとることなりきん。ホーランドに関してはガチで怖い、ホーランドはガチ、ワンビタカ、そうだな、ダニーロはこうしてるからワンビタカしっかり守備できるよ、これもダニーロおかげですね、実質。で、これボール持ってよ、立てます、いいね、フリット、で、俺はフリットで前向き、ダニーロ来た、ダニーロ来る、こうやってもう行くさ、もうなんか、でももうここじゃすかさずボール拾うから、相手グダったと思ったらすぐ来るから、これディオの父ちゃんとやること一緒やから、まあ、ああいう事故とか発生したらすかさず来てボール返しするから、メッシ、あ、わーまずい、ちょっと、フリット、ナイスナイス、ダニーロ来た、ここで相手にボール奪ったぞ、くそ、ビエラ、こちらビエラ、やっぱダニーロそのパスするどうにかしてください。ダニーロさん、さすがだ、ラッシュボールでトラップやらってからボールは回収するというね、最悪なんでやってることも、相手の選手を執事にしてしまうというね、これすごくないですか、ご奉仕させるっていうのはえげつねえぞ、やっとること。ワンミサカ頼ます、分かったやろ、よっしゃー、これ見たブラジャー、最高だダニーロ君、噂以上の破壊力だ、だがしかし、だからこそサイドバックが守備的というのが惜しすぎる、ちくしょう、こんな時によ、この地上最強の生物ダニーロと共に肩を並べて戦場を駆け巡ることができるような、そんな男がいてくれたらよ、バブーバブー、その声はまさかクアドラードちゃん、このファンクアドラードはガチャにおける害悪度はダニーロと同等、もしくはそれ以上、これならダニーロと共に右サイドを駆け巡ることができるぜ、もうこれで我々に資格などない、資格があるとすればそれは簿記3級ぐらいかな。え、でもさ、マジで強くないいや、マジでマジで強くない、本物やんダニーロ、ガチでクロスで2点取っとるけんな、おお、調子もいいね、コンディション安定度5とは思いません、これ5じゃない、本当に8かもしれない、これ。まあ言うたらこれね、牙でね、赤丸みたいなもんですからね、これ完璧ですよ、これでガツーカですよ。相手見てください、このユベントスバフをかけたユベントスレジェンドたちが左側に陳列してますよ、全員食い散らかします。これ行くやん、メッシ。そうだ。ダニーロ高い位置、もう分かってると自分が強いということ、それへのモニタリング、そして逆足でセンタリング、どうだ、惜しい、攻撃意識の高さは本当にクリスタルになると同じものを感じる、そしてダニーロのところにボールは集まるんですよ、動くブラックホール、で、足をつけたブラックホールことダニーロ、素晴らしい、これもう攻撃いっちゃう、これは、これはさすがに1点取るわ、はい、ルンメニゲ、メッシ、ダーンしね、ビエラ、はい、ルンメニゲ、はい、で、1回フリット当てて、ダニーロ飛ばした、抜けないよ、いや、無理だ、ダニーロ頼む。これサイドが来ると。なんで、ネドメド今も気が気じゃないやろな。後ろから青鬼が追っかけてきとるみたいな、ヒロシみたいなメンタルやな。おい、どうすんの、ネドメド。おい、この人でお前、タンスはねえんだぜ、おいおいおい、いけるか。うん。ダニーロが回収。
マジで。でも本当にたまたま、これ行こう、ダニーロ。お前のために見つかれた道だ、これは。ダニーロ行け、ゴールまでの直線ルート、これが、ルールには負ける。しかも、こいつなんか、知らん間に10番しょったんやけど、ガチで調子乗っとる。お前、桜木花道かよ。はい、ダニーロがボール持った。もうこれ終わりよ。で、これで一回ガーって走っていきます。行こう、ダニーロ。お前のせいで行ける、絶対。この後にフィジカル。うわ、カマウィンガはやるやん。カマウィンガぐらいになってくると、さすがにちょっと一矢報えることはできると。なるほどね。まあ、あいつが言うたら、死ぐらいの実力があるってことが、まあ、それは仕方ない。ビエラどうした、なんか一人ではっちゃけてる。夏だーみたいになってる。ダニーロ使えて。クワダルト、お前ならわかるな。ダニーロが走ること。気づいてる、こいつは。そして、このパス見てくれ、利き足は頭。メシヘイ、行くぞ、欲しい。フリート、行った。欲しい。よし、これ、一回、こっち下げた。いける。かもいいか。これ、ダニーロじゃん。やだ、ダニーロ、スルーしちゃった。相手、相手取って。え、これまさか誰だか、うわぁ、惜しい、それ、拾ったら、わぁ、あったね、今。皆さん気づいてますか、今、これ、彼がやってること、ドフラミンゴと一緒なんですよ。もう、ダニーロにボール渡しちゃうんだから、体勝手に、ガーってから。相手のなんか、チームメイトが見てる感じ、結構なんか、その、負けた時に言い訳とかするタイプの人間やと思うんやけど、まあ、言い訳しやすいでしょ。だって、相手ダニーロいるんだから、全然いいよ。もう負けても、ダニーロいたから仕方ねえやつってからさ、いつも通り言い訳しちゃってよ。さてと、俺たちの役割一つだけ、こういうやつをボコボコにするだけだ。内側にはパスを出しません。なんだ、ダニーロいるから。待て、ここで一回ボールを持って中に一回出します。そしてメッシが戻して、ダニーロから唯一張り合える男、ファンカーザの登場だ。行け、ボンボンボン、ウルベリゲー。完璧、ミルサイド完成した。あれもダニーロがいることによって相手はさ、ダニーロを警戒するんだなってところをファンクアドラードが生きると。完璧だね、もうできちゃってるね。お、ダニーロだ、ダニーロ、これワンバ、うまいパスだな、これ。これサッカー界でいっちゃうまいじゃん。うーわ、そしてフリットのパスもうまいこといくと、ダニーロおかげでな、ルメリが、うわ、ダニーロバフだ、これ完全に。ダニーロエフェクトだ、ダニーエフェクトだ。来たな。確かにこれさ、クリスティアーノ・ロナウドの直接対決や、これ勝ったらもういいよね。ダニーロが本当の最強でいいよね。後ろからイサク来た、なるほど、たまにはボール譲りましょう。まあ、さすがにボール持ちすぎも良くないから。あ、なるほど、なるほど。これはダニーロさんの配慮ですね。ダニーロは、もうその自分らのチームだけが気持ちよくなったら満足する次元はもうすでに超越してます。もう全員を幸せにする。それがダニーロの役割。だから一回相手にボールを渡した。そしてその上、ダニーロがしっかり殺すと。ダニーロまずいよ。まずいよ。このままじゃ、お家に畳に帰ることになるよ。これまずいよ。でも、ラスト数分、これ。これしかなくね。デルピロこの辺置いて、これで行こうぜ。もう圧倒的ヘディング能力の高さ、これを見せつけます。だから行こう。高い、もう圧勝。うわ、もうこれデルピエロが完全にやらかしとるわ。もうなんか足引っ張ったら、クワドラードが、ダニーロいなくなった瞬間に使い物にならなくなっちゃってる、こいつ。危ない。ちゃんとやれよ、お前。手塚いなくなった時の富士かよ、お前。手塚みたいな。ダニーロ、ダニーロみたいになっちゃってるよ。ダニーロ、おい、下げろ。これ、ダニーロ強くない、ヘディング、マジで。もう全勝したやけど。89分。残り数分。無事、来た。ダニーロ、こちら、そうだ、フリート、デルピエロ、これ、デルピエロ、個人、ダニーロ、ダニーロ、ダメだ、うげー。決勝結果、ダニー以上、以上。